クラスの打ち上げのカラオケで賭けに出る陰キャ。よし、テスト期間もこれで終わりだな。みんなお疲れ。よっしゃー、放課後みんなでカラオケ行こうぜ。おお、いいじゃないか。ちゃんと全員誘うんだぞ。やっとこの日が来たか。僕、カラオケ得意だからな。じゃあみんなの前で、その歌唱力、披露できるね。でもな、クラスのみんな、僕の高音についてこれるかな。そんな高音出せるの？僕と同じ部屋だと、冷房効かないよ。おお、歌唱力。熱唱しすぎて、音域上げちゃうよってか。そういえば、最近の子って、どんな曲歌うんだ？俺は今、私が20。僕らもイケてる曲言ってアピールしないと。君、K-POP とか聞かないの？日本以外あんま詳しくないんだよな。K-POP って、キム・ジョンウンとか。ああ、それ K-TOP。あれだよ、20みたいな、可愛い女子グループとか聞かないの？あ、聞いてるわ。おにゃんこクラブ。おー、40。おばさんじゃん、もう。お、なんかお前らもよく歌う曲とかあるのか。どんな曲言えば受けいいかな。もう、昔からみんなに歌われてる名曲言っとけば、外れはないっしょ。あ、僕は、般若心経です。おー、名曲。ガチでおつやムードになるぞ。変わった曲名だな。その曲、ジャンルはなんだ？あれってロック？ホーロックってか。誰か俺と採点勝負しね。負けたらカラオケ代おごりで。チャンスだよこれ。勝ったら陽キャにもマウント取れるし、女子にもモテんじゃね。あ、じゃあ僕やろうかな。ああ、いいけど。じゃあちょっとこっち来て。順番決めればしてた。どっちから先歌う？いやー、この勝負勝てそうにないし、やめとくわ。あんな技術使われたら無理だわ。技術って、拳とかビブラート？いや、俺に勝ったら殴るぞって。おっぷ、拳。震えてビブラート連発しちゃいそうだもんな。はいはい。じゃあ俺もうトップバッター行っちゃいます。これ、僕が横からハモリ入れてあげたら盛り上がるし、陽キャと仲良くなることもできるかな。コーラス担当ってことか。盛り上げ上手ね。あ、僕がコーラス担当して、ハモリ入れてあげるよ。いや、冷めるからやめろ。ああ、空気コーラス担当。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。